セラ TV。 ネクスト。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。もうすごい連続でやってもらって、これはまずい。皆さんぜひ来てくださいっていうか、うん、あのちょっと注意事項で、男性のお客さんは多分私の知り合いとかだったら全然多分いいと思うんだけど、はい、紹介とかね、うんうん、はいいと思うんだけど、ちょっと一般の普通の人はちょっと、そうですね、知らないって方はちょっとあの、うん、たどり着けちょっとごめんなさい、なんて言えばいいか分かりません。本当にあのちょっと紹介の店をまあ見て、うん、見つけていただくか、うん、もしくはあの私公式 LINE のみで、セミプライベートレッスンのストレッチっていうのをやってるんですけど、はい、それに来てくださっている男性の生徒さんとかは、全然それは誰でも来てないけど、なるほど、まあ、あの全然それこそもう顔見知りになった状態なので、それが一番いいですね。僕がっていうことは全然可能性を乗せさせていただいて、うん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 、はい、ありがとうございます、はい、いろいろやってるよね。今のやつと、はい、あとスクール、体式のスクールと、はい、でも
面白いのがやっぱトレーニングを1時間やった後にご褒美の体式をやるっていうのが理にかなってるわけですよ、ね、私ヨガのインストラクターとかヨガ自体に女性とかだってすごい興味あるじゃん、うんうんうん、そこがパーソナルトレーニングになり、うん、さらにマッサージもですよ、ね、いや体にめっちゃいいじゃん、うん、それってめちゃめちゃいいです。しっかり使った後にリセットして疲れるだけでもなく、マッサージ終わってポーズするだけでもなく、うん、結構スキッとした状態、元気になってる、はい、めっちゃスッキリする、みなぎって感じ、ね、だってトレーニングした後ってめちゃめちゃ気持ちいいもんね、終わった後で太陽はあーって浴びるのがすごいもうね、ストレスがうわーって発散するような、まあでもねトレーニングだから嫌いな人もいるわけですよね、だからその辺はなんか考え方をね、うん、変えてもらわないといけないんだよ、でも一個って例えばインストラクターのいい先生に出会えば、そのなんか辛いって思い込んでたトレーニングが、うん、そうじゃない気持ちいいトレーニングになってくる、で上手に変えてきそうじゃない、いや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 スパルタって、ゆくゆくはゆくゆくはね、ゆくゆくはスパルタだけど、うん、徐々に徐々にバレない感じになって、はい、それで最後スパルタだったみたいな、それいいね、徐々にね、徐々にね、うん、っていうかね、やっぱりスパルタの方がね結局はあの我慢しないとやっぱトレーニングならないので、そうですね、俺も分かるんで、うんうん、最後の限界から2回で聞くんですよ、もう本当に限界ってあるんで、うん、自分の中で決めてる限界、やらない側からするとビビる話だから、うん、いやでもそっから、ね、そ、そっから2回がめちゃめちゃ筋肉痛になるし、筋肉痛聞こえるし、あの筋肉痛が筋肉痛だと喜ぶみたいな、ね、昨日聞いたんだみたいな、はいギフトですから、筋肉痛ギフトです。ギフトのギフトです。すごい、いろんなギフトがあるんだ。これですよね。はい。そうかそうか。ということで、あの、うん、体式の受けたい人も、うん、概要欄見てもらって、はい、あとは何かありますかね。そうですね、あの結構お問い合わせいただくのが、うん、あのなんかセラピストなんですけれども、なんかレッスンで受けれるんですか、うん、って聞けることあるんですけど、うんうん、いわゆる120分のオーダー制なので、うん、その120分の中で例えば60分施術受けて、でその次の60分でさっき受けた太鼓式の気になる技を教えてもらいたいとか、そういうことも全然受けたまわれるので、120分自分だけの枠なので、自分のしてほしいこととか私のご提供できるものは全部していただいて、ああ私もたまにあるあるのやつです、あのアクセラ見てますみたいな、であの技が気になるんですでも私受けたいんですみたいな、だから一緒ですね、あのその枠の中で施術もしてあげるし、それを教えてください、やる側もこうやってこうこうしてこうだ、はい、うん、ね、いいよ、いいよ、いいよ、ね、意外と多いも面白いのが、うん、セラピストなんですけど体幹トレーニングしてみたい、いやーでも分かんない、股関節やだってそんなの全部ないじゃん、ないね、あセラピストなんだけど、でもセラピストなんだったら自分でやってないってことだよね、まだね、だからもしかしたらわからないのかもしれない、なんかもうやっぱそこに関しては客観視して人に委ねてやプランしてほしいんじゃない、なんか自分だけがトレーニングするとなんか自分が好きなとこばっかやっちゃう人も多いし、だったら見立てて、ね、いやなんかあなたここが硬いから伸ばした方がいいとか言ってもらえると私は嬉しいかも、あー、パリキ本願ね。全然ですよね。みんながね、先生みたいな知識を持ってたらね、いないのか、なかなか厳しい。いないのか、俺ら。一人に一人もいるかわかんない。あー、そっか。そしてみんなその力を今蓄えてる途中だから、きっといろんな、そういうことね。なるほど。はい、なるほど。自分本位になってるね。俺もほとんどのトレーニングは大体接近してるので、大体、ね、でもそんなパワフルにはやってないですよね、健康のために、見る範囲、まあまあ言われたがあれかもね、まあ、あれ、違うとアスリートなんですか、ね、いや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 、あれはやばい、最初の頃にトレーニングしてる動画何個か上げたんだよね、いやいや、ガチやんと思って、やばいなんかぶら下がっていろんなことやってるぞみたいな、そう、それそれ、全然そんな普通の人しないよ。でも今はね、やっぱり健康のためと、うん、あとは太らないためとかもあるけど、やっぱ山が今度始まるんですよ、ね、私山行く人、ね、よろしくお願いします。ああ、富士山 ね、 ね、富士山募集してますからね、確か。ああ、いる人がいればね、あと何人かぐらいは乗せられる、うん、4月の24、5、6日、うんうん、はい、まあ、それはでも私はまあ
遊びなんです。遊びで。富士山は遊びぐらいで。散歩は散歩。マジで無理です。マジで無理です。きつかった。めっちゃきつかったです。あ、マジ？なんか私の友達は多分高山病になっちゃって。怖い怖い怖いって。あの、戻してることがいましたもん。全然。一歩進むのに一歩高かったです。何コースも高かったです。吉田コース。メジャーな。すごいメジャーです。ツアーみたいな感じ。あ、じゃあ吉田コース。私次何に行くの？富士宮コースっつって西側大阪側から登るコースで初めてなんで、そっちのコースは分かんないけど一番コースタイムは短い。でも短いってことは短いってことはしんどいってことなんで、その分坂が急ってことですよ。なんかのぶちゃんにこう紐に引っ張って、いやマジでそれがいいと思ったでぎっくり腰っていう繋がりました。めったなるよね、あの動作悪いから引っ張られると腰痛いね。今日紐見ていったんだ。ちなみにぎっくり腰ナンバーワンはこういう動作ですからね。下から物持つとか、あと綱引きとかで引っ張られても腰痛い。まさにミッキー引っ張ったらもうこう一発いっちゃった。ですね。いや、やばくね。富士山でぎっくり腰。やばい。伸びれない。バズるよ、バズるよ。バズるよ。バズりましょう。おっさんぎっくり腰になったらバズるの。富士山でぎっくり腰。富士山でぎっくり腰。果たして降りられるか。そうなん。危ない。ぎっくり腰そうなんやばい。やばい。気をつけましょう。普段はね、そうなんは多分。多分。やめて。しない。だってもう見えるの。コースは見えるし、昼間登るので、ね、で朝霞通りから全然、うん、真夜中のも全然怖いよ。聞いたら。うん。でもコースはそんな俺的な前より全然はるかに短いので。うん。いますか、どんで。大丈夫です。あのさ、大丈夫。8月1日の飲みの方だけ。あ、1日ね、来れる人は、うん、あのセラピストの交流会で、ね。交流会で。結構大きいですね。でまあまあ、うん、来ると思う。多分50は超えそうな、いろんな人誘ってます。だからタクちゃんも誘ってるし、あとまあもちろんヒロさんと俺が主催でやるやつなんで、その絡みで、あと千秋健ちゃんとか、ああそうですね、いろんな人が、あと婚活女神とかね、女神会いたって、あのこの間あったんだけど、なんか話しかけていい感じなのかって、だからカリスマ感すごいから、オーラがね、そうだからなんか挨拶だけしてその後話しかけれず終わって。まあそういういろんな交流してもらって、そこであの終わってほしくないんで、うちの交流会はもうそこの場でもう全部フォローし合って、全部インスタもそうだし、フェイスブックとかもそうだし、あのツイッターもそうだし、あと YouTube やってる人はぜひ登録してっつって、その場で増やせればいいじゃん。したらつながるじゃん。そうだね、飲みで終わっちゃってさ、昔はそうだった、飲んでわーでさよならで終わってたけど、今もうなるべくそういう、今そういう時代なんで、5時間ですかね。大丈夫です。帰るってなるよね。まあさすがに俺もね、もう朝側までは無理ですね。もうね、最近も帰ります。帰ります。電車乗って帰るか、もしくはそこでもう泊まるとこ取って、もうそこに行っちゃって逃げるようにしてる。てか捕まれちゃうので。行きましょう。主催ですね。それは確かに。行きましょう行きましょうって言うから、この前はちょっとコンビニ行きます、コンビニ入ってくる。いやいや、逃げた逃げた逃げたって言われた。シリアさん逃げたって言われた。それは逃げて、でも耐えられないんだって。危ないからね。次の日はね、もう来てくれて。それは楽しい会なので、ぜひ来てください。いや本当今日ありがとうございました。ありがとうございました。見るの楽しみ、ね、動画を楽しみ。今私どうこうだとね、ジャンプのつなぎもお願いします。はい、お願いします。大丈夫かな。まあ、楽しい。全部落ちた瞬間みたいな。全然飛んでない。まあ、この辺編集頑張ります。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また見てね。お願いします。少しでも面白いとか役に立つと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタン。お願いします。お願いします。